オートマティックは2005年8月に設立されたアメリカ合衆国サンフランシスコに本拠を置くウェブ開発会社である。Wordpress と Wordpress.com による自由な情報発信への貢献で注目されている。創業者マット・マレンウェッグ2005年8月に創立したオートマティックの社名は創業者マット・マレンウェッグのファーストネームにちなんでいる。オートマティックは 過去6回の資金調達で6億1730万ドルを用立てた。2019年9月時点で時価総額30億米ドルと評価されている。この会社の従業員数は2020年9月時点で1273人であり、企業として根付くそのテレワーク文化は、スコット・バー君による参加型ジャーナリズムプロジェクトの主題にもなった。バー君は2013年に、 著書、マイクロソフトを辞めて、オフィスのない会社で働いてみたに、自らの経験をまとめている。主な事業は、コンテンツ管理システムのワードプレスを基盤に、ブログやネットサービスワードプレス .com に組み込む、関連技術のスパムフィルターやアバターあるいは、ネットコマース用、プラグイン、またウェブ上で使えて、マークダウンによる装飾やリンクが書けるメモ帳などを提供している。タンブラーは、 マイクロブログでスタートし、SNS サービスに育った企業で2019年にベライゾンコミュニケーションズから買取吸収した。ウィキメディアコモンズにはオートマティックに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。